どうもこんにちは、なっちでございます。モンスターハンターワールド発売まであと4日ですかね、今週の金曜日に発売でございます。そのゲームのメインモンスターである今回はネルギガンテを使っていきたいと思います。発表当初こそなんかんって感じだったんですけど、多分強いですね。まあ、使ってみないと分かんないんですけど、リーダースキルは泥鏡版エドって感じです。でバインド効かなくて指スキブ2つ持ってて、追い打ちがあります。まあ、泥鏡3つ使ってるんで圧縮されたのはまあ仕方がないかなって感じはしますね。泥鏡もそのうち圧縮されそうですね、これなんかね。でアシストが武器になってないのはこれは対価できないんでとりあえずってとこです。艦隊使ってから武器にしようかなと思ってます。はい、では行きましょう。パーティーこんな感じです。でさっきねモンハンコラボやってみたんだけどそんなに難しくなかったんで、まあ、ここ一回行ってもいいかな。とりあえずここで試運転して、まあいつものとこ行きましょうかね。行きます。2の方ですね、新しい方です。これバインドなんだよね。ただ火を作ってくれた上に火が泥鏡あるんでウラノスが頑張るかもしれません。で最初やって思ったんだけど、このダンジョン多分ねワールドに出るキャラクターがこっちにいますね。多分ですよ。なんか1の方にブラキが追加されてて、なんかおかしいなと思ったの。別にこっちに追加すればよくねと思ったんだけど、多分これワールドの闘技場で BGM も多分その仕様なんで、キリンもね出るみたいなんで、そのワールドキャラクターがこっちに来てて、ワールドに出ないキャラクターが向こうにいるんじゃないのかなって僕は予想しております。だからナルガとかは出ないんじゃないのかなってね、ちょっと残念ですけど、ナルガは別にね世界観合ってると思うんですけどね。新キャラのギエナもここにいるんで、なんかアップデートでイビルが増えるんで、そこでナルが登場とかもありえそうですよね。はい、ってことでなんかあんま難しくないんですよこのダンジョン。ここでバインドがめんどくさかったぐらいで確か。でこの BGM をねもう昨日嫌ってほど聞いたからね、トラウマ級これ。詳しくはあの生放送をご覧ください。何回聞いたかねこれ。はい、ってことで陣使って倒します。特にね根性とかもないんでね、下手したらあの1のディアブロスより倒しやすいまであります。なんか微妙なんか微妙だけど、まあ結局あの泥鏡のなんだいい配置方法が未だに分かんないっていうね。ウェイはだいぶ慣れたんですけどね。古竜骨、まさかの古竜骨。そう、このスキルがなんかあのネルギガンテハンターらしいんですけど、割といいよね。貴族性の攻撃力も入るんでワンチャンありかなと思ってます。てか作ろうとは思ってます。S ランクありがとうございます。ってことでなんかね、最初実装された頃のこの1は難しかったんですけど、今はなんか追い打ちとかいろいろ増えたおかげで両方簡単ですね。では本題いきましょう。まあハヌマンとか引かなければ勝てると思う。今使ってみた感じ強かったよ。でしかし欠損ね、この欠損がねちょっとねあるんですよね。ただこの欠損もこう挟むことによって一応落ち込んで狙うことが可能っちゃ可能ですよね。はい、来た神。だいぶ可能性低いですけど狙えなくはない。追い打ちもね一応。は、演奏始まりすぎやろお前。ちょっとどうなってるんですか。
演奏終わらせたはずだったんですけどね。まあまあまあ強くないからいいんですけど、ソティス弾くよりかはねマシなんですけどね。あと三蔵法師とかね。まあでもこのパーティー別に副属性に闇があったり光があったりするわけじゃないから、三蔵法師もそんなにめんどくさくはないのかな。でなるべくエスカマリとかいるんで7コンボ組んでやりたいんだけど、なかなか難しいところであります。火に泥鏡があるけどサタン属性変わっちゃったからな、ちょっと怪しいかな。どうだ、火の落ちコン入りました。あ、火の落ちコン入りました。いけるか。ウラノスパワーで倒せない。バインド、もうちょっとバインド体勢をしっかりした方が良かったかもしれませんね。リダフレが受けないとはいえサブは受けちゃうんでね。ニースちゃんは覚醒無効解除なんで弱かないんですけど、噂をすればヘラベオクさん最近ようね属性吸収を引くんですわ。そろそろこのダンジョンもやめろってことですかね。闘技場ばっかってのもね、なんかね、特に僕プラスがないんでこのダンジョンが一番釣り合ってる感じはするんだよね。はいはいはい、欠損。ただこれ左に闇を作るんでこれ泥鏡がないんですよね。まあクイッてやったら大丈夫なんですけど、クイッてやりましょうか。じゃあこれで回復多すぎるんだよな、ちょっと割と時間がある。あもう一個組もうと思って悩んどったら終わった。強いですね。もう弱いわけがないと思った。正直モンハンコラボの当たり枠で弱いわけがないもん。あのね、だってアマツとディアブロがいるガチャですよ。弱いはずがないじゃないですか。もううなずいてるだけでいい正直。ただエンハとか持ってきてないんですけど大丈夫ですかねっていうのは今思いました。多分こいつも大丈夫でしょう。紙バインド怖いけど大丈夫なはず。これでいきます。7コンボないけど倒せません。倒せません。まずいまずいまずい。眼光来ちゃう。別回復もないもんな。ちょっとバインド体勢ね適当すぎましたね。ただこれまだブラックホール圏内だと思うんで耐えます。50杯以上なら耐久できるっていうところがね使いやすいですね。はい、楽勝だ。楽勝です。あー、おー、これニースがまさかの活躍を、ニースがまさかの活躍するぞ。これやったね。なかなかリンシア引かないけどね普通ここで。最近見てませんでしたが、どうしようかな。この盤面でも全然いいんだけど三色陣の方がいいかな。三色にしてこれでいきます。泥鏡があるところをね5個にするの忘れなく。まあ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 、オッケーだよね。オッケー、グーグル、オッケー。まさかの活躍でございました。ただやっぱバインド回復欲しい。グレモリーあたり、闇属性のバインド回復枠ってなかなか思いつかないんですけど、グレモリーあたりですかね。ゼウスもちょっと嬉しいですね。はい、ということで使ってみたんですけど、まあ強いですよ。どっちかっていうとエドより周回向けって感じですかね。
お手軽だよね。ドロ強だけでいいんで、まあ、下手したらこうね、エネルギーガンテ使うだけで OK なんで、しかもそれで追い打ちもありますから根性も倒せると。まあそういうちょっとお手軽周回キャラクターですかね。追い打ち枠としたら紙結びより優秀なのかな。覚醒が全然違いますからね。スキルも普通に強いし、まあシェアード的な感じで使えるんじゃないのかなって思います。してもいいしね。しかもあと進化するとアシストにこいつなんとね、スキブがつくんで、これまた優秀なんでね、ぜひダブったりした方は作ってみてはいかがでしょうか。といったところで今回はネルギガンテ使ってみた動画でございました。次はじゃあ艦隊でお会いしましょう。ネルギガンテ艦隊ね、普通に強そうなんでそちらでお会いしましょう。以上ナッチでございました。バイバイ。